はいどうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、ゼルダ無双厄災の目視録、さあ前回からの続きやっていきましょう。前回前回はウルボザさんを仲間にしましたね。ウルボザ仲間にしたので、次はミファーかリーバルで、ミファーかリーバルで、で僕どっちかっていうとっていうか、あれだな、俺あんまりリーバル好きじゃない。リーバル好きじゃなくて、ミファーの方が好きって言ったら、だよ、リーバルが嫌いが強いな。ミファーが好きというよりかは。リーバルが嫌いで、リーバル最後に残したくないな。最後に会う仲間がリーバルなのちょっと嫌だから。こいつにするか。で、ウルボザも少し強くしました。ね。で、両手剣持たせて、よし、じゃあこれでやってこう。で、なんか新しい防具を手に入れたので、こいつでさあやってこう。で、オッケー。で、ウルボザの使い方と、おっとな、もう半裸おお、なんだ、いいね、ウルボザとこの半裸リンク、半裸両手剣リンクをうまく使いこなしていきたい。はいはい。天をかける翼を持ち、弓の扱いに長ける空の民である。はいはい。中でも腕利きと名高い戦士リーバルに、風の神獣バ・メドウの繰り手になるよう依頼すべく、ゼルダは使者としてリンクたちと共にリトの村へと向かった。なるほどね。魔物の群れとの遭遇を避け雪原を行く一行だったが、道中急な猛吹雪に襲われてしまう。リンクはゼルダを安全な場所で待たせ、周囲の探索に出るが、さあじゃあ行こう。気温の低いって言ったけど、俺だいぶミスった、もしかして服装いや寒い寒い寒いやっちまったな。これなんかダメージとか受けないか。あ、でも離島族、また来たのか。リーバル、この僕がいる限り、リトの村には一歩も踏み入らせないよ。リーバルトルネード、よし。え、何、リトと戦うの。やっぱり寒いからダメージとかなさそうだな。じゃあまあとりあえず倒しますか。よし、両手剣の力、両手剣リンク、いくら吹雪とは、ちょっとまあ分かんない。胸打ちで静かにしてもらいましょう。というわけ で両手剣の特徴、リトの村に向かえ。両手剣の特徴は、おっと、なんだ、どうだ、橋を落としてやったぞ。はっ、これで村には来られまい。それはだいぶめんどくさいね。で、両手剣の特徴は強攻撃、こういうその X ボタンでコンボで放つ強攻撃ってのがあるんですが、それがなんかスーパー強攻撃みたいなのができる代わりにダメージを負うっていう、わけのわかんないで、ダメージは回復できる。よし、であいつ倒しましょうか。危ない危ない。はい、でこうして OK で、スーパー強攻撃で攻撃していく。で回復して、そのスーパー強攻撃で受けたダメージしか回復できない、このリンクの飯食いは、っていうのが両手剣の特徴。まあ、なんとなく分かったかな。まあ、とりあえず自分の身を犠牲にして放つ技を使えるみたいな、まあ、そういう認識でいいと思います。で攻撃して、なんか全然あいいね、でかい攻撃してくれる。そしたらビタロックして、でこうして、おい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 っと、いって、あ、回復できない、いい、あ、待って、オッケー。でスマッシュ、
両手剣のスマッシュはこんな感じです。あ、なんだ、あ、空飛べるそれ。オッケーオッケー、こっちでいいの、飛べる、なんだ、風に乗るリーバルトルネード、あ、来たねよしよしよし、オッケーで、こうやって浮き上がることができる。へえ、面白い。また あんまり自らの身を犠牲にする強攻撃、上から攻撃、なになに上から攻撃って、あ、なんか来るな、爆弾投げてきてる、だるいな。オッケーオッケー、はい、あったいいや、ちょっと待ってくれ、おら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 で、ダメージがやばいで、回復してオッケー、いや、ちょっとだいぶ厳しくないかウルボザ来てねえし、はい、ちょっと待って、リーバルとお話をすればいいんでしょ、とりあえず。ほらほら、おいしょ、避けて、おら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 、なんかリンゴゲットした、あー危ない、おっしゃいや完璧じゃない、めちゃめちゃ上手くなってない俺。さあおしまい、やはり地上では分が悪いか、空中戦だったらもう勝ち目がないんだが、普段の襲撃とは違うみたい、村に戻って報告しろ。いつも襲撃されてんの、手遅れになる前に説得を試みなければ。何、そんなところまで行かなきゃいけない、おらおらおら、妙なハイリア人か、確かにいつもの襲撃ってわけじゃないらしい、なんかと勘違いしてるってことだな。じゃ、リーバルにを説得しなきゃいけない。あ、こっち？こっちかな？壁などに向かって三角飛びへ。その知ってるが？あ、これで空飛ぶみたいな。ん？空飛ぶってか。で、行ける場所があるのかな？どっこいしょ。アイスウィズローブは倒したいな。でこうして、はいはいはい、なんだ、あかんあかんあかん、必殺技使うか、オッケー、おし、オッケー、はいはいはい、でスマッシュ、さよなら。さすがリンク。で、ね、インパがピンチなの、ちょっと待って、ウルボザに変えて、なんだ、氷のモリブリン、オッケー、おい、で、ゴリグ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 リ、どっかい、はい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 、連打、よしよし、おしまいだよ、なんだ、おっと、なんかレア演出出た、よっしゃ、まだ死なない、ウルボザじゃまだレベルが足りないか、ちょっと危ない危ない、あかんあかん、よし、なんか倒した、やったよしよし、で、どこ、こっちでいいのか、ちょっとウルボザで向かうか、ここの拠点をもらいたい、はい、いただくよ、あ、鉄に当てるとビリビリになるぞ、よっしゃ、でかチャージ、あ、そう、知らなかったな、
で連打して、オッケー、チャージ。よし、隊長出てこないの？隊長？あ、いっぱい出てきた。よしよし、で、あ、来た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 。なんだ？おし。ぐる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 、ドカーンと。よっしゃ、さよなら。リート隊長たちを倒せ。いいね、仲間に指示を出す。リーバル使えるようになるのだいぶ遅いな。なんか他のウルボザとかのキャラはさ、結構すぐ使えてたけど、あれ、あら、まあいいや。ん、どこだ、危ない。ちょっと待って、一回こいつらはもう軽く攻撃して、それで我慢しよう。で、とりあえず隊長とか倒していこう。邪魔だしね、おいおい。あー痛い、あんまり効かないな。いって、ちょっと待って、痛い痛い痛い。いやいや、ちょっと待って、油断しすぎた。おい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 、さあ来い。はい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 、でさようなら。さあレア演出、レア演出っていうか、なんかコマンドでこれが出るのかな、よくわかんないんだよね、たまに出る今の演出。さあ離島族がいっぱい降ってきたけど、これはもう一応無視しようか。どこかに道はないんでしょうか。これ爆弾で壊せねえか。あ、壊せるよね、よっしゃ。そういう謎解き要素もあるの。あーったー、回復ちょっと待って、いやきつい。よして、時間を止めて、ウィークポイントゲージが出てる時に時間時止めを使うと、なんか時間稼げるみたいなんだよね。あ、いって、ちょ待って、いったすぎる。はいはいはい、でそれでガンガンやっていく。でさよなら。あ、なんかバグっちゃった。さよなら。あ、宝箱あるじゃん、もらう。いいね、なんかレア武器みたいのもらった。さあじゃあリンク、そしたら、あ、必殺技、ん、あれ両手剣の必殺技初めて見たかも、こんななんだ。よしよしよし、倒す。よしよしよし、爆発する。でまたリト隊長たちを倒すの。待って、どこ、リンクはどうやって来たのここあ、こっちか、行こう。あれ道間違えたか俺。向こう側に降りれそうじゃない、無理か。いや向こう側に、あ、いや あるよね多分。いやないか、ちょ待って、じゃあリンクは一回下ろさしといて、ここでウルボザで変わって、おしおしおし、オッケーオッケー。で必殺技、いやちょっと待って、ウルボザ死にそうじゃない。で時間止めて、はい、はいはいはい
でさようなら。結構上手くなってない俺。達人か。でぐる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 、これで削り切れると嬉しいんだが、削ってくれ。あ、無理か。はいはいはい、さようなら。さあ制圧。まだか。糸の村に向かえ。敵多いな。スイッチでここまでの無双が楽しめるとは。いや楽しいね。よし、オッケー。よし、空飛べばいいのか。さあ空もう飛べるはず。こっちでいいの、正しい道か。これ間違えた気がすんな。なんか出てくる。あーいいね、君はいるね。さあどうも。でこっちでいいの。氷の森ブリン。で時を止めて、はい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 、あぶれ。はいはいはい、で時間を止めて、どん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 、はいはい、あ無理か。待って、あーやべ、ミスった。よっしゃ、ガードジャスト使って、でスマッシュ。うまくないか俺、達人か。まだ死なないの君。え、まだ死なないんだったら俺もうあれやっちゃうよ。待って、オッケー。なんだ、炎のロッド使おうと思ったけど、いや使わなくても勝てそうだな。はいはい、オッケー、お疲れ。で何？ここか。でパラセール、ちょっと待って違う、そう、で君たちと戦えばいいの。2体いるの厄介だな、君だな。いった、ちょっと待って、うん、回復。待って、弓矢を倒そう。まずはい、おい、よし見切った。ね、割れろ。よっしゃ割れた、さよなら。俺の勝ち。よっしゃ、じゃあもう一回で倒れてるところを追い打ち。はいはいはい、で時間を止めて、はい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 、でこう押して、いって、ちょっと待って、はい、はいよー。さあ、OK、回復アイテム欲しいな。柵は全部塞げられたってわけだ、この僕を残してね。確かにリーバルと直接戦ってはないな。リーバル嫌いだとか言っといた手前、ちょっと会うの気まずいわ。嫌いだっつってもそんな超嫌いなわけじゃない、なんかちょっと苦手だな。戦うのか、初じゃない、なんか英傑と戦うの。ダルケルとかウルボじゃなかったでしょ。さて
さあリーバル戦、うえあ、なんでリンクになってんのちょ、なんでリンクになってんの勝手に。はいはい、で時間を止めて、はいはいはい、で回復。君は飛べない、勝負にならない。飛べるところでマウント取ってくんだこいつ。それでじゃあ口をが勝っていく。で時間を止めて、時間を止めるっていうのはあんまり使いすぎるとアイテム使えみたいな指示の時に詰むんだよな。あーん死んじゃうよ。オッケーでガードして、危ないな。待ってリーバル強いぞ結構、全然減ってねえし。はいはい、で時を止めて、はい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 、危ない。なんだ時間を、オッケー間に合った。はい、はい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 、でここでさよなら。あれ全然効いてなくね、減ってる。時間を止めて、はいはい、オッケーオッケー、でこうして全然効かない、強すぎあー俺も覚悟決めなきゃいけない、決めたくないから回復。ガードして着地を勝っていく、で時間を止めて、はいはい、ちょ間に合い、前時間止めんの、よっしゃ OK、 はいはいはい、あれ体力減ってなくね、減ってんのかこれ強すぎるんだけどこいつ、化け物か。ガードして、で着地狩り、待ってミスった、まあいいや、あーいって、さあ来い来い、ガードして着地を勝っていく、さあ来い、危ない、待って間違えた、うわ危ね、はいはい、で時を止めて、はい、で ある程度ダメージを与えてからスマッシュ、でスマッシュがマジで全然入んねえ。君は弱くない、は本気ずる、ちょっと待って、あなるほど爆弾で空を飛び出すのはずるいな、確かに盗賊、いや痛いってマジで、いや早い、ちょっと間違えた、あでもなんか無敵時間だ、やった、あれやってる間って無敵なんだな。さあ来い、油断しないぞ、手避けて、はいはいはい、で止まって、はい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 、でガードして、いや間に合わないねこれ、なんだそれ、何それ何それ、ずる、え強いなリーバル強いいペリーハードの壁が今立ち上がったかってる、待ってた、今じゃない、基本的にガードして立ち回れ、でこうして、で時を止めて、はい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 、ダメか、さあ来い、さあ来い、で時を止めて、はい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 、でスマッシュ絶対入るよ、おいスマッシュいけ、よっしゃスマッシュ何回スマッシュすんのこれ、
オッケーオッケー。で、いや、まだ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 、着地狩りを狙うの忘れた。まあいいや、こっちの方がチャンスです。はい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 。あ、なんだなんだ、おー危ねえ、何、さすがの君も裸やないかい。やべ、撃たれて死ぬ。待ってください。お前あったかそうだな。いいな、あったかそうで。俺の格好見たか。あ、なんかリーバルと戦って終わりなんだ。なんか面白いな。お、なんか、なにこれ、リト族が扱う両刃の剣、空中でも素早い動きができるように軽量化する工夫がされてる。空中攻撃やダメージアップ、こんなあるんだ。面白、なるほどね。もうなんかやった、たくさんゲットした、よっしゃ。ほう、あ、俺が読む、これ。リトの村は謎のガーディアンに率いられた魔物によって何度も襲撃を受けており、カラクも撃退に成功したリーバルたちだったが、彼らは再び敵が襲い来るのではないかと警戒していたのだ。あ、だからあんな勘違いってか喧嘩になっちゃったんだ。事情は分かりました。二人とも無事で本当によかった。ねえ、英傑が共倒れになるのはですが、もったいない。その子と同じ形のガーディアンというのは気にかかりますね、姫様。ええ、ちょっと廃棄するかこいつ。もし薬剤と何らかの関わりがあるのなら対策を急がなければ。ねえ、それで僕の力が必要というんだね、神獣を動かすのにさ。まあそうね。しかし、選ばれたっていう姫好きの騎士がこんなカカシみたいなやつだとはね。うるせえな。いい勝負だったろ。 なんだよ。どうやら自分も姫様を守る騎士だと言いたいようです。は、は。お前何もしないけどな、白ガーディアン。まったく頼もしい奴らだね。おっと、リーバル操作なかったな。仲間にはなったんだよな、これ。操作できるようになったよな。あ、来た、リーバル。リト族の戦士、一族の中でも特に優れた能力を有するリト族の戦士、その力を買われ、神獣バメドを任される。プライドが高いがそれに見合うだけの実力を持つ。実際強かったね、今まで戦った敵の中でぶっちぎりで強かったわ。なかなか厳しい。で、あれか、最後、次がミーファーだと。で、さまざまなミッションがまた再び出てるな。これをやれとか言われてるし、ちょっとあれだな、リーバルはまた次回動かすとするか。そしたらね、また次回はじゃあミーファーを仲間にしていきたいと思いますので、よかったらまた見てってください。今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。楽しいな、これ。ずっとやってたい。